入れ、もたもたするな。離せって、今ならまだ間に合う。お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか、分かっているのか。だから、人違いなんだって。ここから出してくれよ。隊長、確かにリストより1名増えています。構わん、漏れがあったらかえって面倒だ。奴らの内通者は一人たりとも見逃せん。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。計画通りに行くぞ。お前、俺についてこい。人混みに紛れたら思い切りやるぞ。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。ろくな死に方せんぞ。この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている？奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ちょろいね。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？そうかい、覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？
大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白い奴でさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。こっちだ。次は私の番。ちどうも。くらえ。この程度かよ。次は私の番。えい！みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちわあ、これはみんなの役に立つよ。絶対このままじゃいけません。ファカール、気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。姉子の仇を取るためにもな。
騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。それ。私やりました。怒ったよ。もっと頑張らなくちゃ。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。えい。下がれ。これより王国軍はここを封鎖する。ボートは一人として出さんぞ。でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼むから出してくれよ。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し我が軍の使徒を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。思い悩んで迷ったら自分の時間を作って。クラクラする。Thank you.
怒ったよ。私やりました。次は私の番。えい！みんな、ごめんね。
次は私の番。怒ったよ。私やりました。そうね。あ、ごめん。ありがとう。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。そうね。あ、ごめん。怒ったよ。あ、ごめん。次は私の番。怒ったよ。次は私の番。了解。次は私の番。そうね。あ、ごめん。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜は。
次は私の番。次は私の番。怒ったよ。私やりました。次は私の番。そうね、私やりました。次は私の番。
次は私の番。えい、もっと頑張らなくっちゃ。次は私の番。そうね。次は私。次は私の番。私やりました。我が輩人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてるかにゃ。それにゃ、その願いを高く掲げれば、黙示録は君のために開かれるのにゃ。にゃっ、にゃっ。にゃん、ここのはずにゃんだけど、道はどこにゃ。今一番叶えたいことを考えるのにゃ。ふん、ついてくるにゃ。愚者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録はそれに願いを叶える力を与える。黙示録にはそのように記されてるにゃ。
愚者の旅は始まったとはいえ、タロットはまだまだ混沌の海に散らばっているにゃ。我が輩が守ってきた世界も君に託すにゃ。あの世界に戻って君の願いを叶えるために必要なものを見つけるにゃ。運命の輪の力を。の居場所はこの楽園にゃ。何か問題でもある？なんだって？もう一回言ってみるにゃ。かなりの人数が集まってる。なんだか不穏な香りがするぜ。よりによって庇護の日と重なるなんて、ピリピリしない方が無理よね。あれ、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている！奴を始末するぞ！あんたたち、覚悟はできてんだろうね！かかってきな！ちょろいね。あ、ちょろいね。ぼーっとしてんじゃないよ。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ、かかってきな。まあまあかな。
あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かったよ。私はラビアだ。あんたは？どっかで聞いた名前だね。どうしてこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。どうなってんだよ。そこら中で人が倒れて、まるで戦場だ。良き意志が平和をもたらすってイナンナ王女がおっしゃったばかりじゃねえか。もっと早く気づいていれば。もう逃げられねえぞ、お嬢ちゃん。どうせ一人きりなんだろ。俺らと来いよ。一緒に楽しもうぜ。ろくでなしども、許せない。おい、マイザー、あなたたち、やめなさい。怒ったよ。次は私の番。私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ。ちょろいね。させない。次のターゲットはどいつだ。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。もっと頑張らなくちゃ。はっ。次のターゲットはどいつだ。お、私に任せて。ありがとさん。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。くらえ。ちょろいね。怪我はありませんか？あ、待って。たく失礼だな。助けてやったのに礼の一つも言わねえ。感謝されたくて助けたんじゃないもん。その辺にしときな。あの子は怯えてるだけさ。難民の列に紛れ込んだみたいだけど、私たちもついていっちゃいます？どう思う？うん、よっしゃ、行こうか。
なんか気な臭いね。かもね。気抜くんじゃないよ。状況が変わるときは一瞬だ。次は私の番。私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。次のターゲットはどいつだ。ありがとう。私に任せて。死ね。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ちょろいね。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。次のターゲットはどいつだ。ありがとうございます。本当に助かりました。いいんですよ。困ってる人がいたら誰だって助けるものです。へっ、あんな奴らじゃ肩慣らしにもならないぜ。ジョーちゃんはこいつらのリーダーかい？いいえ、私も皆さんと同じでただ必死に逃げているだけです。町を脱出した後はバラバラになると思います。私のような身寄りのないものが大半ですし。だったら私らと一緒に来ないか。お誘いありがとうございます。でもみんなとの約束がありますので。そうか。この後はどこへ。ひとまず大通りに沿って東に向かいます。でも後のことはクロスロードについてから考えようかなって。難民にとっては簡単な道のりじゃないだろうね。ええ、それでも自分の足で歩いていくしかないんです。いつも誰かが助けてくれるとは限らないから。みんなで力を合わせ武器を手に取れば、少なくともただ死を待つだけの獲物の群れにはならないはずです。確かにね。東の方角へ進むとしたら私らの町を通るかもしれない。すっごく素敵な町だから絶対寄ってくださいね。そん時は弓の指南でもしてやるよ。わかりました。皆さん本当にありがとうございます。あなたにもお礼を言わないといけませんね。さっきの戦い、あなたが指揮を取っていなければきっと多くの死傷者が出たと思います。違いない。大したやつだよ。さあそろそろ出発しなくては。街の中は危険です。皆さんも早く離れた方がいいですよ。無事をお祈りします。ああ、
あんたらも気をつけな。よくできた嬢ちゃんだ。で、あんたはどうする？何か思い出した？それじゃ、私らと一緒に来なよ。一人で放っておけないしさ。そうそう、一緒に行きましょう。あんた、俺たちに出会えてラッキーだぜ。古の大陸ロディニア、そこに存在する悠久の歴史を持つ美しい国イリア王国。イリアの大地には硝石が豊富に眠る。だが謎の力を秘めた希少な鉱石は列強たちの非暴を招いた。権力争い、外部勢力の介入、過激化する宗教問題や民族対立、ウェーブランでの暴動をきっかけにイリアの波乱なる運命が幕を開ける。果たして君をどんな旅が待ち受けているのだろうか。すぐ着きますよ。ほら、見て、あそこ。生きて戻れないかと思ったぜ。ほんと、まさに悪夢だったね。この先の町がスズランの剣の拠点だ。まあ家みたいなもんかな。ああ、うちの傭兵団の名前さ。というわけで、私たちの仲間に入りませんか？おいおい、まだ早いだろ。こいつは自分のことすら思い出せないんだぞ。もし万が一。でも機転が利くし、ここまでずっと助けてくれたし。ですよね、姉さん。そうだね、かなりの実力を秘めているのは確かだ。知っての通り、このご時世国中乱れ切っててさ、安全な場所なんざありゃしない。その上、あんたには記憶がない。詰まるところが行き場がない。そこでちょいといい話だ。スズランの剣に入れば何はともあれ寝泊まりには困らない。どうだい？ではでは、よろしくお願いします。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。先輩としてガンガン鍛えてやるからな。いいね。
めでたい。これで歓迎会を開く理由もできたし、一丁飲むか。Thank you.